オリックスバファローズが好きやねん。すごいやん3連覇目指せ V4。 さらに日本一奪還スペシャル。こんにちは、竹村美穂です。オリックスブルーウェーブで95年96年のリーグ優勝、96年の日本一にも大きく貢献されましたオリックス阪神 OB の野田浩二さんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。いやー、3連覇すごいですね。ねえ、今の時代は本当なかなか連覇って難しいのにね、それも3回って本当すごいですよ。強くなりましたね。強くなりましたね。そしてもう一人のゲストはこの方です。オリックスブルーウェーブと阪神タイガースで打者として大活躍されました。現在は報徳学園高等学校硬式野球部のコーチを務めていらっしゃいます桂木育郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、お二人はこうやって共演されたことは、まあ、初めてですかね。テレビではないです、はい、現役は1年かぶってます ね、 うん、はい、ね、あのオリックスが3連覇という素晴らしい形で、じゃあこうやってご縁をまたつないでくれたみたいな、うん、そうです ね、 お互いね、オリックス阪神に、うん、はい、そうなんですよ。なので共通点多いですけどね、うん、はい、桂木さんはここ数年間のオリックスの躍進っていうのはどういうふうにご覧になってますか。いや、そうですね、うん、まあ、まずこの3連覇っていうことで、まず、ね、3年前に優勝したことがやっぱりすごかったと思うので、はい、そこからまあやっぱね、その連覇ということは難しいんですけど、うん、それ本当に3連覇っていうのは本当すごいですよね。改めて今シーズン本当にいろんな選手が活躍しましたし、うん、同一リーグ全球団に勝ち越しての完全優勝となりました。本当に苦手なチーム作りませんでしたね。うん、そうですね、うん、それに野田さん、はい、2位ロッテに 15.5 ゲーム差の大差をつけての独走で、ね、もうね、夏前ぐらいには決まってたような感じの ねどんどん離れていきましたからね。こう振り返ってみたら、うん、月間成績で一度も負け越すことがなかった、うん、そうですね。だから3年連続優勝の中でやっぱり内容的には一番素晴らしかったですよ ね、うん、ね、やっぱ大きな連敗がないっていうのも大きいですよね、うん、はい、そうですよね。去年はこう山本投手、宮城投手、宇田川投手、山崎投手4人もこう WBC に招集されて、中島監督としてもこう最初のこうローテーションの回し方とかも非常に難しかったんじゃないですか。うん、そうですね、だいぶその辺神経使ってやってましたよね。うん、でもそんだけやっぱりピッチャーで4人も選ばれるっていうことがね、投手力の凄さを物語ってるって言えますけどね。そして新しい力として加わった森選手なんかも本当に移籍1年目でいろんなこうピッチャーの特徴を覚える中で主軸としても打線を引っ張ってくれたという、うん、そうですね、やっぱり森がいいところでね、結構打ったしね、森のバットで勝った試合も何個かあるんですよ ね。中島監督も森頼みって、ね、よく言ってましたけど、打つ袖の貢献でも大きかったですね。そんな森選手と一緒に打線を引っ張ってくれた頓宮選手も本当に活躍されましたね。そうですね、やっぱり、ね、まあ、首位打者も取れましたしね、やっぱこう去年までのイメージはちょっと違いますよね。なんか柔らかさも出ましたし、あとやっぱこうしっかり振れるよりもなんかこうしっかりこうボールに当てるっていう、乗せるって感じのバッティングだったかなって感じしますね。それにしてもこう中島監督が就任してから3連覇、うん、こう勝利と育成をね、両方とも目指しながらの3連覇って本当に難しいことだと思うんですけど、本当にね、すごいことですよ ね。使う選手使う選手活躍するしね、ファームからどんどんいい選手育ってくるし、そうですね、だからなんかこう、まあ、カリキュラムというかな、それしっかりしてるんじゃないかな、っていうのは本当に分かりますよ ね、 どうしてもやっぱりあの1年間みんながみんなこう一軍で戦えるわけじゃなくって、不調好不調もある中で、もうここにパチッとこう2軍から上がってきた選手が活躍してくれましたもんね、うん、そうですね。だからあのキャンプをね、あの宮崎でもう本当隣のグラウンドで全員でやるような感じなんで、うん、そうですね、そこでやっぱりこう力の把握をすごいね、してるし、監督とコーチの意思疎通もそこでうまいことね、こうバランスよくできてるんじゃないかなと思いますけどね。強いチームってこうもうガチッと決まってるチームは多いんですけど、うん、やっぱこう3連覇する中でもやっぱこういろんな選手を使ってっていう中でしっかりハマってるのがね、やっぱすごいなっていうのありますよね、うん、そしてその中島監督を支えるコーチ陣であったり、中垣コーチなんかも本当に選手をよく見てらっしゃるっていう風に現場からの声もよく上がりますよね、うん、もうね、本当なんでしょう、コンディショニングというかね、はい、もういろんなことをトレーニングから技術的なことも含めてね、うん、もう徹底して若い子なんかやってくれるみたいなんで ね、 そうですね、本当にチームとしてすごいのができてるなって感じですね、うん、
さあというわけで見事3連覇を果たしたオリックス、セリーグ覇者の阪神タイガース、関西のプロ野球2球団が同時に11月23日兵庫三宮と大阪御堂筋で優勝を祝うパレードを開催しました。ファンの歓声と拍手が沸き起こった大阪と神戸にスキアンニンカメラも密着しました。ただの周りのビルの人は目線がいいんでね、一番いい特等席っていうか、下の人はこう 下に上から見ないといけないんですけど、ちょうどビルの人らはちょうど目線が一緒で、なんか良かったみたいですよ。関西のチームがこうやって同時にセパ両リーグを制覇したのは59年ぶりだったということで、歴史的なパレードに本当になりましたよね。この企画でよく考えましたよね。私たちが神戸のパレード本当に楽しみにしてました。僕も神戸でのパレード2度目になります。皆さん本当に楽しんでください。そしてよく本当に頑張ってくれた選手にいっぱい手を振っていっぱい声かけてください。まあ、監督もね今言ってましたけど、やっぱこの神戸でのパレードっていうのは本当ね昔を思い出すというか、そういう感覚がすごいあるんじゃないですかね。桂木さん、お店が西宮にあるということですけれども、はい、どうですか、なんか当日のお店の雰囲気とかも野球ファン多かったんじゃないですか。そうですね、5時ぐらいも予約が多くて、お客さんに聞くと今日パレード行ってきましたっていう方が多かったですね。こんな表情ですね。はい、というわけで大阪神戸でおよそ35万人の観客が集まったという、ね、盛り上がりましたけれども、野田さんはパレードの思い出ってどんな思い出がありますか。はい、やっぱりこうなんでしょう、特に震災の後だったんで、おめでとうよりもねありがとうの言葉がすごい多かった感じで、なんか今度こうね支えになってたんだなというかね、そういう印象がすごいあったのを覚えてますね。ありがとうありがとうっていうの本当に多かったです。ね、笠木さんはどうですか。僕の前は阪神の時だったんですけど、はい、もう本当2005年の時ちょうど雨で、もうちょっとこう本当寒い日で、まあそんな中ねファンの方がずっと待っていただいたので、まあすごい大変だなと思いながらも、なんかそんなイメージありますけどね。選手の皆さんももちろん傘とかも差すことできないですよね。できないの、もう手を振るだけなので、ね、でもそれ以上にねファンの方沿道でずっと待ってあったので、あ、まあ、逆にもう大変やなっていうイメージで、ね、ありますね。この時期の雨が降ったらもうかなり冷えますもんね。多分僕らが出るまでも待ち時間があるので、僕ら行ってねその通り通るだけですけど、お客さんのファンの方は、ね、ずっと待ってんで、結構ゆっくり進むので、多分奥の方は多分ずっと待っとくのでもう本当に、ね、もう風邪をひいたんちゃうかなって感じですけどね。今はこう選手たちも自分たちのスマートフォンなんかを持ってこうパレードのこう光景なんかをね記念にこう撮影されたりしてましたけど、あの野田さん元気時代の時とかどうでした。なんかいやもうそんな全くないんで、もうひたすらねファンの人にこう手振ってで、たまに知り合いを見つけたりとかね、そんな感じですよね。そんなあんなに大勢の中から見つけることできるんですか。ね、神戸地元なんでやっぱりいっぱい知り合いの人いるんで、はい、今結構グッズがねいっぱいあるので、選手の名前もバーッと、昔そんなにグッズないですね。だからなんもないから自分たちで撮影はちょっとありえなくてもうこれは令和のパレードならではっていう感じですよね。さあそしてそんな優勝パレードの3日後、11月26日大阪市西区の京セラドーム大阪でファン感謝イベントビーズファンフェスタ2023が開催されました。バファローズファンがナインとともに大盛り上がりでした。ビーズファンフェスタ2023が11月26日京セラドーム大阪で開催されました。リーグ3連覇に沸いた3万人のオリックスバファローズファンがドームに大集結。選手もお出迎えしてますね。すご
い。3万人はすごいね。ねーチームQ、キャプテンは平野義久。平野義久投手、T 岡田選手が率いるチームクールと、比嘉元気投手、足立良一選手率いるチームキュートがファンの歓声と拍手の中入場します。日米通算250セーブを達成し名球会入りを果たした平野義久投手、この日阪急ブレーブス OB で名球会会員の山田久志さんから名球会のブレザーが授与されました。これはいいシーンね。そうですね、あのピッチャーの名球会って難しいですよ ね、はい。先生、開会宣言は昨年38試合に登板4勝を挙げた小木田敦也投手。今年の笑ってるよ、後ろで。そしてステージではトークショー、その名もオリトークベンチ裏座談会。はいはい、その時に、ベースカバー行ってベースの手前でつまずいて、うん、ライオンズの栗山選手を巻き込んで倒れたことですね。結構事件やな。あれはもう本当に僕は怪我するのも自業自得なだけなんですけど、栗山さんが怪我しちゃったことですか、ね、僕はもうヘッドスライド知らんぐらい、栗山すいません言うたんですか、言うたんですか、ほんまに言いました、すいませんすいませんって。でも栗山さんもかっこいいんで飛びながらいいよあの瞬間にそんなのあれは普通にいいやん。まあいっぱいあるんですけど、はい、まあじゃあラオウに言われたんで、じゃあラオウに、はい、福田先生、なんか多分みんなのイメージ、ネガティブなイメージあると思うじゃないですか。はいはい、なんか繊細なイメージありますもんね。あれ、振りです、ね、かまってほしいだけなんですよ。なるほど、かまってちゃんですか、はい、振りだけ。この二人めっちゃ仲いいね。仲良しですよね。ちなみに、こうやって見ながらなんか喋ってるじゃないですか、あれ何も書いてないですか。普通に喋れますよね。こういうインタビューとかも何回も日常会話のように喋るのがすごい。必ず笑い取ってるしな。とか来年の目標は丸丸、ね、もうシンプルに、はい、4連敗でいく、はい、すごいはい、スクックルスクックルスクックルリーグ優勝日本一です。はい、おー、ね、素晴らしい位置も立ちなんてすごい毎日見たと思いますよ。玄関席とかそういうのに対象なんだけど、これは誰の後ろ姿でしょう。身長何センチですか。身長できた。お願いします、どうぞ。子供なんかね、何年後かに来たら見たらね、僕あれだったらこの時はね、ミヤのヤングさんの横にいて、もうね、もうすごい映像ですよね。お仕事の星の愛、野口友也選手です。渡辺直美かと思った。選手たちがコスプレしてますけど、さあこれは誰でしょう。あられちゃんのコスプレですね、これ。選手でしょう、クレバヤシ選手でした。チームクール、クールさん質問お願いします。福田さん、はい、ジジのコスプレをしている山下投手と宮城投手、ジジ魔女の卓球人ですね。もう服が衣装がパツパツになってますし、ベータ投手がスククルがあのキットしてます。しかしこう見るとでかいのやっぱりね。卓球選手になるほど失敗です。そして第4対決はミッションリレー、最後は決めろフリースロー対決。これも失敗で、廣岡選手が足を引っ張ってしまうという。ダメ、四つ目いくか、あと一つチャンスよ、ゆっくり行った。健太郎選手、お願いします。フリースローはどこだ。そう、どこかで失敗してしまうと一番最初にまた戻るんですよ。どうか、どうか。そういうのはあれでしょう、野球があんまり上手くないって聞きます。あ、そうなんですか。不器用なんですね。
本で最終決戦全員で転がせ大玉リレー。はい、それでは今スタンド最終決戦全員で転がせ大玉リレー。どうなんだね、うん、天気も関係なくできますよね。グラウンドに降りてるファンだけじゃなくてスタンドにも巻き込んで、これもリプレイ検証ですか。ここまではね、キュートなんですよ。最後追い上げるんですよ。さあどちらが先にゴールテープを切るか、際どいところ。さあどうか、キューチーフキュートです。競馬の写真判定、ね、確証が得られない場合は最初の判定が重視されます、ね。そうです、まあ、正直、はい、うちのチームはあのまずボールが割れてるので同時なのがおかしいんですけど、MVP の選手は野口智也選手です。 MVP はコスプレ姿で会場を大いに沸かせた野口智也選手でした。今日はファンの皆さんに手紙を書いてきたので読みたいと思います。21世紀初となるリーグ4連覇、そして日本一奪回を目指すシーズンとなります。作文読んでるみたいで可愛いですね。ファンの皆さんを含めた全員で厳しい戦いを戦い抜きましょう。来年も温かい応援をよろしくお願いします。それでは最後に、何卒は皆さんも飽きたと思いますし、自分自身も限界を感じていますので、違う締めでいきたいと思います。僕がオリックスバファローズに一辺のと言ったら、みんなで拳を上に突き上げ、悔いなしと叫んで終わりましょう。一回練習してみましょう。いきますよ。オリックスバファローズに一辺の悔いなし。OK、いい感じです。じゃあ本番いきます。オリックスバファローズに一辺の悔いなし。一辺の悔いなし。ありがとうございました。それでは改めて選手会長、よろしくお願いいたします。いきます。全員にありがとう。山足のフライングはなかったのかな。なかったんですかね。山足がフライングから先に一発って場合お決まりパターン。僕の後輩、バファローズの後輩で大学の後輩なんです。野口選手、あのコスプレ姿というのはどうでした。まあ見てて気持ちいいものではなかったです。野田さんは現役時代ファン感ってどんな感じでした。いや、僕らの時はもうやっぱり今のイメージと全然違いますよね。あ、そうですか。うん、僕ら新人の時なんかね、甲子園のど真ん中で歌を歌わされました。辛かったですね。あ、どんな曲を歌われたんですか。何だったかな、んか井上陽水さんかなんかだったと思う。辛かった。チーンってした。そうですね。うまけりゃいいけど、ね。まあですね。桂木さん、現役時代どんな思いがありますか。オリックスの時はファンがなかったんですよ。はい、あ、そうなんですか。そういうのか言われたけど。僕やった覚えがないんです。なんか最終戦になんかこう、はい、バーでファンの人に手を振って、なるほどね、集まってやった記憶がないんですよ。多分なかったんじゃないかなと思います。阪神の時はどうでした。阪神の時はまあ甲子園でやるんですけど、はい、なんかこう、まあ、OB 戦だったりとか、なんかこうソフトボールやったりっていう、まあ、ここまでこうファンの方とこう近くになるっていうのはあんまりなかった印象がありますね。昔竹志軍団と対戦したりとかね。あ、そうですか。イベント的なもので本当ファンの方とはあんまりなかったですね。あんまりなくて、なんかこう見ててもあんまりこう楽しんでないんじゃないかなっていうのはファン、ね、僕らとちょっと思ってましたね。いや本当ですよね、はい、こんだけ近いとやっぱ嬉しいですよね。だってファンも一緒にチームになって戦ってましたから、ね、こんな間近で見たら大きいって思うでしょうね。本当に本当に本当に京セラドームの
5階席までファンの方いらっしゃいましたね。3万人はすごいですよね。あんだけ近いとね、本当にあの選手の多分大きさが目に見えて分かると思うんですけど、プレーしてるとね、画面上とかは全然違うんで、やっぱこうこれぐらいの距離で会うと、どんだけの選手の身長とか、ね、まあ、体格っていうのは目に見えていいと思うので、うん、やっぱり一番本当にいい企画ですよね、これの。あの今年もね、優勝して、そして日本一を取って、また感動のね、パレードや楽しいファンフェスタができるといいですよね。うん、そうですね、うん、もうファンの人も当然それを待ってますしね。まだまだこの3連覇の余韻を感じたいわけでございまして、次回は後編の放送でございます。野田さん、桂木さん、次回もまだまだ語っていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。後編は2023シーズンの名場面もたっぷり振り返っていきますよ。それではまた次回、さようなら。オリックスバファローズの千田徳正です。曽谷龍平です。杉澤龍です。内藤豊です。斉藤京介です。オリックスバファローズが好きやねんは11チャンネル。皆さんぜひ見てね。僕たちもオリックスバファローズが好きやねん。